劇作家、自然科学者。ヘッセン大公国に生まれ、フランス領ストラスブール、ついで地元ギーセンで医学を学ぶ。ギーセン大学在学中に反対性運動に関わり、ルートビヒバイリヒと共に先導文書、ヘッセン旧止を執筆。しかし先導は、失敗に終わり、警察の手を逃れて亡命、ストラスブール、ついでチューリヒで自然科学の研究に携わったが、 チフスに罹患し23歳で隠しした。その短い生涯の間に書かれた文学作品、ダントンの詩、レンツ、レオンスとレーナ、ボイツェックは20世紀になってから再発見され、自然主義、表現主義をはじめ後世の文学に大きな影響を与えた。彼の名を冠したゲオールクビューヒナー賞は、現代ドイツにおいて最も権威のある文学賞である。 ゲオルク・ビューヒナーは1813年、ヘッセン大公国のダルムシュタット近郊の小村、ゴッテラウに、医師の息子として生まれた。父方は代々風呂屋を制御とする家系であったが、ゲオルクの高祖父の代から外界の仕事を家業とし、ゲオルクの父エルンストカール・ビューヒナーもこの仕事に、ついている。エルンストは、ナポレオン軍に従軍医師として参加した経験を持ち、 彼自身ナポレオンの信奉者だった。エルンストは有告になると、フランス革命の後に出版された雑誌、現代を子供たちの前で、たびたび朗読し、それに自身の体験を補足して聞かせていたという。一方母、カロリーネの家系であるロイス家は、代々官僚を務めており、カロリーネの父ももともとは、アルザス地方の高級官僚であったが、フランス革命の時にこの地方が、 フランス共和国に統合されたため、幼い子供たちを連れて、ヘッセンに逃れてきた。フランスビーキのエルンストとは逆にカロリーネは、愛国主義者であり、シラーやドイツロマン派の文学作品を愛好するなど、教養ある女性であった。彼女は、幼いゲオルクに、聖書や民話を語って聞かせ、また初歩的な読み書きを教えた。ゴッテラウにある聖歌ゲオルクは六人兄弟の、長男であった。 創生したゲ業力を除けば兄弟は皆長女を全うしており、それぞれの分野で優れた業績を残している。次男のビルヘルム・ビューヒナーは成功した科学工場の所有者であり、ヘッセン州議会の議員にもなっている。三男、ルートビヒ・ビューヒナーは、異業をつきつつ、生物学的遺物論の著書、力と質量によって、国際的な評価を得た哲学者であり、当時は、兄、 ゲオルクをしのぐ名声を得ていた。ゲオルクの最初の著作集を出版したのもルートビヒである。ジジョルイーゼは兄、ゲオルクをモデルとした小説、ある詩人などの著書のある作家であり、また初期の女性解放運動にも関わっている。バッシュ・アレクサンダーは1848年の革命運動の際にフランスに移り、この地で文学史の教授の職を得ている。しかし彼は、 自分の最も身近にあった才能には気づかなかった。進学者の経営する私塾で予備教育を受けた後、ビューヒーナーは1825年にダルムシュタットのギムナジウムに入学する。ここでビューヒーナーはラテン語、ギリシャ語、イタリア語、ドイツ語、宗教学、歴史学、考古学などの分野で優れた成績を残したが、数学は苦手分野であった。 ギムナジウムでは、ビューヒナーは、親しい友人たちからなるグループで、政治談義を行い、また、シェイクスピアの臨読会を開くなどしている。ビューヒナーは、この時期に、文学作品を乱読しており、シェイクスピア、ゲーテ、ホメロス、アイスキュロス、ソフォクレスを好んだほか、ジャンパウルやヘルダー、ロマン派の作家や、当時のフランス文学も評価していた。この時期に特に、 ビューヒナーが感銘を受けていたのはゲーテのファウストであり、一方シラーについては尊敬しながらもその終始的な文章を批判していた。ビューヒナーのギムナジウム時代の作文として、自殺についての一論文への批判、小加藤の自主を弁護するウティカの加藤論、30年戦争での戦死者をテーマに、した400人のプフォルツハイム人の壮烈な戦死の3編が、 まとまった形で残っており、名誉の死を称えるこれらの文章には、フィーヒテ、ドイツ国民に次ぐからの強い影響が伺える。ギムナジウムを卒業したビューヒナーは、半年ほど父の下で医学研究の準備をした後、1831年にフランス領ストラスブールに留学、父の意向に従って、ストラスブール大学の医学部に席を置いた。ドイツとの境に位置する地理的特徴から、 当時のストラスブールはドイツとフランスの革命運動、思想の合流点となっており、ビューヒナーは前年に起こった7月革命の余波の中で先進的な政治思想を吸収した。大学でも進学部制のサークル、オイデニアに巡回員として参加し政治に関する意見を戦わせるなどしている。1832年にフランクフルト放棄がドイツで起こった際には、 暴動の経緯ドイツにおける市民革命の可能性の低さを断じる手紙を家族に送っており、翌年には当時勢力のあったサンシモン派の思想への批判を書きつけている。下宿先は母方の親戚から紹介されたプロテスタントの牧師の家であったが、ビューヒナーはここで牧師の一人娘ビルヘルミーネ・イエグレと恋仲になり、後に密かに婚約。 故郷に戻った後に両親に打ち明け正式に婚約者となっている。弁学の傍らで、ビューヒナーは近くの母芸前の山々を歩き自然を満喫した。この時の体験が後にレンツなどにも描かれるビューヒナーの自然観にも影響を与えている。2年間の留学を終えたビューヒナーは1833年7月にダルムシュタットに戻り、 地元のギーセン大学医学部に移った。ストラスブールでの開放的な生活や自由な雰囲気に比べ、谷間の田舎町であるギーセンでの生活は、彼の気をめいらせ憂鬱にさせた。当時ギーセン大学には著名な科学者、ユストス・フォン・リュビッヒがいたものの、ビューヒナーが先行した、生理学、解剖学の分野は、ストラスブールに比べ遅れていた。 中でも解剖学の主任教授ビル・ブラントは、球体依然とした生理学理論を振りかざし、血液の循環を否定するなどして、学生たちの間で笑い者になっていた。ビューヒナーは、後に、彼をモデルにした変人の意思を、戯曲、ボイチェックに登場させている。ビューヒナーは、この時期、ストラスブールでの生活を懐かしむ手紙を、友人やビル・ヘルミーネに送り、自身の境遇を、 みじめな生活と言い表している。旧友ともあまり付き合おうとしなくなり、周囲の人間に対し高慢で冷淡な態度を取るようになっていた。憂鬱な生活を送るうちに、この年の11月に脳膜炎にかかり、実家で翌年の1月まで養生することになった。ビューヒナーは銀泉に移ってからも政治的関心を持ち続け、この時期に、 フランス革命史の研究を始めている。1834年2月頃、ビューヒナーは唯一親しくしていた元進学部生、アウグスト・ベッカーから紹介され、小学校教頭を務めながら政治運動をしていたルートビヒ・バイディヒと知り合い、彼やその仲間と政治的意見を交換するようになった。ビューヒナーの革命理論は知識人やブルジョアなどの自由主義者を主導するのではなく、 農民や仮想階級などの秘策市民の経済的解放を訴え彼らを先導するという求心的なものであったため多くの賛同は得られず、バイィヒともしばしば意見が対立した。この年の3月頃、ビューヒナーは彼の意見に賛同する少数の学生を集め、フランスの同盟の団体を参考に人権協会という秘密結社を議員に設立した。 5月に帰郷した際にもダルムシュタットに人権協会支部を作っている。亡命後に配布されたビューヒナーの手配書。外見的特徴が過剰書きにされている。ビューヒナーは農民への先導を目的にバイリヒの援助のもとに宣伝パンフレット、ヘッセン休紙の原稿を書き下ろした。これにバイリヒが修正を加え、1834年7月30日にすり上げられると、 人権協会会員とバイディヒのグループとで手分けして、反復に取り掛かった。しかしバイディヒのグループにスパイが混じっていたため、間もなく、非合法出版が警察に発覚し、8月1日に、休止を所持していたミニゲローデが逮捕、他の関係者にも次々に警察の手が及んだ。ビューヒナーは、ミニゲローデの逮捕後すぐに行動を起こし、その日の間に、バイディヒ、ベッカーと会って、 今後の対応を話し合い、仲間の出巣のもとを訪れて、危険を告げ彼を亡命させている。この間にビューヒナーの下宿にも、家宅捜索が行われたが、証拠となるものが押収されなかったため逮捕を免れている。しかし地下組織は、壊滅に追いやられ、農民に配られた、ヘッセン休止も大部分のものが読みもせずに警察に届けてしまっていた。心配した家族に従い、 ビューヒナーはこの年の9月に、ダルムシュタットの実家に戻り、両親のもとで翌年まで医学、自然科学の研究を行った。1835年の1月、ビューヒナーは参考人として裁判所に呼び出される。身の危険を感じたビューヒナーは、亡命を決意、亡命資金を得るために、擬曲、ダントンの死を5週間で書き上げ、フランクフルトの書店を経由して、 作家、カール・グッツコーに送る。グッツコーは、ビューヒナーの才能を認め出版を約束、講料を送ったがこれは、亡命には間に合わず、ビューヒナーは、独自に、資金繰りをした上で2月に、ストラスブールに亡命した。ビューヒナーは、ストラスブールの主典に下宿し、婚約者のイエグレケや、彼と同じく、ドイツからの亡命者であったビル・ヘルム・シュルツ夫妻と、親しく付き合いながら、 自然科学の研究に没頭した。常日のグツコートも手紙のやりとりを続け、1835年の夏には生活費稼ぎの仕事として、グッコーからアセされて、ビクトル・ユゴのルクレチア、ボルジア、マリア・チューダーの2作の翻訳を行っている。またグッコーからは、彼が創刊する予定だった。新雑誌、ドイツ評論への寄稿を依頼されたが、研究の時間を惜しんで、 定期的な寄稿は断っている。1836年の初め頃、小説、レンツ執筆。春頃に、喜劇、レオンスと、レーナを執筆しこった出版の検証に応募したが、期限切れのため返却されている。また夏頃に、戯曲、ボイチェックを創作。チューリヒにあるビューヒナーの墓この年の4月から5月に、かけて、ストラスブール博物館協会において、 自然科学研究の成果を、濁いの神経系に関する覚書として、講演、公表を得て、巡回員に押され、講演内容を論文として、学会誌に掲載する。さらにビューヒナーはこの論文を、中理ヒ大学哲学部に送り、9月に博士号を取得、同大学から招聘されて10月に、スイスに向かった。 11月に試験講演、頭蓋神経についてを行う。公表を得て、中理ヒ大学講師の職を得、直ちに動物解剖学実習の講義を開始する。1837年2月、チフスを発症。シュルツ夫妻からの看護を受けていたが、婚約者ビルヘルミーナが駆けつけた2日後の2月19日に死去した。23歳4ヶ月であった。 意外は当初、チューリヒ市街のツェルトベルクの墓地に埋葬されたが、チューリヒのシック改正で墓地が取り払われたため翌年7月にゲルマニア級に移された。この際に墓碑にゲオルク・ヘルベークによる番下が刻まれた。アレクシス・マストンによるビューヒナーの素病ヘッセン旧死化総労働者を先導する目的で寄贈された宣伝文書。当時のヘッセン大公国の統計資料をもとに、 経済的搾取の現状を訴え、仮想労働者階級へ自覚を促そうとした。ビューヒナーの作成した原稿では、搾取を行う、者たちを金持ちたちとして表現していたが、自由主義者の反発を恐れたバイディヒが、貴族たちに書き直し、聖書からの文句をつけ足すなどして大幅に修正した。修正された原稿を見たビューヒナーは憤慨し、もはや自分のものとは、 認めようとしなかったという。原稿は秘密印刷所ですり上げられたが、スパイの密告があったため、間もなく、非合法出版が発覚し、失敗に終わり、ビューヒナーは亡命を余儀なくされた。ダントンの死音幕の政治劇。恐怖政治家のフランス共和国において、寛容派のジョルジュ・ダントンと彼の仲間が、政府の主導権を握るロベスピエールによって追い詰められ、 弾頭台に送られるまでを描いている。ヘッセン休止によって警察の手が迫っていることを感じ、亡命資金を得るために5週間のうちに書き上げられ、カール・グツコーによって修正された後に出版された。生前に発表された唯一の文学作品、アドルフ・ティエールのフランス革命誌や雑誌、現代が素材となっている。レンツ・シュトゥルム・ウント・ドランクの劇作家。 ヤーコップ・ミヒャエル・ラインホルト・レンツをモデルにした小説。レンツが山を越えて、牧師・オーベルリーンの元に訪れ、彼の家に長期滞在するうちに次第に狂気に陥っていく様子を描いている。実際の出来事に基づいて書かれており、オーベルリーンの主を資料が素材になっている。 結末の直前に中断箇所があり、未完のままであるが、欠落部分を埋めるオーベルリーンの手記からの写しが残っており、全体像は把握できる。ビューヒナーは、レンツの儀曲、軍人たち、家庭教師などに影響を受けていた。レオンスと、レーナ三幕の喜劇。小国ポポ王国の王子が、結婚を嫌って、南の国へ旅立ち、その途中でピ、ピー王国の姫と出会う。 恋に落ちた二人は、連れ立って、ポポ王国に戻るが、実はその姫がまさに王の決めた結婚相手だった、という筋。ブレンターノの喜劇、ポンス・ドレオンが下敷きになっており、ブレンターノの他に、ミュッセ、シェイクスピアなどの影響が指摘されている。ボイツェック20ほどの断片からなる未完の儀曲。下級軍人ボイツェックが、頭の中に響く奇妙な恋に促され、 浮気を行った上夫を刺し殺す様子を描いている。1821年にライプツヒで実際に起こったヨハン・クリスティアン・ボイツェックによる殺人事件が題材になっており、この際に撮られた彼の精神鑑定書をもとに執筆されている。原稿は出版されないまま長く放置され、ビューヒナーの死後40年ほど後にカール・エミール・フラントースによって原稿が復元されて、 初めて公にされた。断片的な場面に通し番号がなく、決定校と未定校が入り混じっているため、場面の配列が弊社によって異なっている。難読のために、タイトルもしばらくの間、ボチェックだと考えられており、オペラでは現在もこの表記がなされている。ニゴイの神経系に関する覚書フランス語で書かれた自然科学論文、先行研究を参照しつつ、 濁りの脳や脊髄に走る各種の神経とその役割を解剖学の見地から論じている。ストラスブール博物館協会にて行った講演を論文の形にまとめたもので、ビューヒナーはこれによって中理ヒ大学から学位を得た。ビューヒナーは続いて中理ヒ大学で試験講演、頭蓋神経についてを行い講師に採用されている。講演内容は当時イギリスで支配的だった。 目的論的な自然観を批判しつつ脳神経を解剖学的に論じたもの。ビューヒナーはこの他に、ルネサンス期の風刺作家、ピエトロ・アレティーノを題材にした擬曲、アレティーノを構想していたが、原稿は残されていない。ビューヒナーの死後に内容を挨拶だと思った、ビルヘルミーネが破棄してしまったとも言われるが、実際に書き進められていたかどうかも不明である。ビューヒナーの生前に発表された、 文学作品はダントンの詩のみであったが、その作品は、クツコをはじめ、青年ドイツと呼ばれる作家の間で評価を受けたものの、大きな名声を得たわけではない。ビューヒナーの詩の直後には、数年の間に、クッコの尽力によって、イコ降、レンツ、レオンスとレーナが文芸詩に掲載された。1850年には、 弟ルートビヒビューヒナーの編集のもとで初めてまとまった著作集が出版されたが、これはボイチェックを含まないなど、極めて不完全なものであった。フランチョース・マン著作集の扉ページその後のビューヒナーの再評価については、カール・エミール・フランチョースの功績が大きい。フランチョースは、判読不能になっていたボイチェックの装甲を価格処理を施して復元し、 1875年に発表、1879年に、ボイツェックを含むビューヒナーの全集を出版した。この出版をきっかけに、ビューヒナーはまず、ケラー、ハウプトマンなど自然主義作家から注目された。ダントンの死の群衆劇のような手法や、文学的な習字を好まず、俗語や方言を取り入れた会話などから、自然主義文学の先駆者とみなされたのである。逆に、 ベーデキントからは、作中の誇張されたグロテスクな表現などにより、不条理文学の先駆者として注目され、彼をはじめとして、表現主義にも強い影響を与えた。以後もビューヒナーはライナーマリア・リルケ、ベルトルト・ブレヒトなど多くの作家から数形の対象にされている。ビューヒナーの儀曲は長い間上演される機会がなく、19世紀の間にはわずかに、レオンとレーナが、 アマチュアの劇団によって一度だけ上演された記録があるだけである。自然主義文学者の間で注目された後、1902年には自由劇場でダントンの死を上演する小規模な企画はあったものの、短い場面が連続するビューヒナーの作劇方法は当時の演劇になじまず定着はしなかった。ビューヒナーの作品が演劇界で公然と上演されるようになるのは、 1910年代に表現主義の演劇が現れるようになってからである。まず1910年にレオポルトイエスナーがハンブルクにてダントンの詩を本格的に上演した。1913年にはビューヒナーの生誕100年を記念し、ミュンヘンにてオイゲン・キリアン演出によるボイツェックの初演が行われ、同演出にてダントンの詩も上演された。1916年には マックス・ラインハルトによって、ダントンの詩が上演されたが、あまり舞台装置を用いず照明を効果的に使った。この上演は、その後のビューヒナー作品上演の判例となった。また上日のキリアン演出の、ボチェック・ウィーン公演に感銘を受けたアルバン・ベルクは、その後無調オペラ、ボチェックを制作し1925年に、ベルリンにて上演が行われている。放実するように、 ビューヒナー作品の上演は、ナチス時代には稀になったが、終戦後は西ドイツですぐに舞台にかけられるようになり、現代まで繰り返し新たな演出が試みられている。ビューヒナーの舞台が成功を収めるようになると、ビューヒナーは19世紀の結出した作家とみなされるようになり、研究対象としても取り上げられるようになった。1929年のベルゲマン万全集を経て、 総合研究からボイツェックの場面配列を全面的に見直したレイマン版全集が1967年に出版された。1980年にはマールブルクのフィリップ大学にゲオルク・ビューヒナー研究所が設立され、膨大な資料中を含んだ全集18巻の刊行を進めている。ビューヒナーは死の直後は青年ドイツ早社会民主主義者の間で、 政治的天才としていく分偶像しされる存在であった。自然主義者、表現主義者から注目され文学史に位置づけられるようになると政治主義的な需要からある程度自由になったが、ナチスが政権を握るとビューヒナーは再び政治主義的な解釈にさらされることになった。ヘッセン九死は金書目録に登録されており、作品の出版、上演は激減し、 ビューヒナーを反としていた多くの作家が国を追われた。またその一方でビューヒナーを民族主義的に歪曲し政治に利用とする動きも現れた。ゲオルクルカーチは論文、ゲオルク・ビューヒナー、ファシズムの生んだ巨像と実像において、こうした解釈や逆にビューヒナーの政治性を否定しようとする解釈を強く批判し、革命詩人としてのビューヒナーの重要性を強調している。 戦後の政治的分断の時代には、協楽主義的な革命家ダントンを描いたダントンの死は、西ドイツで頻繁に取り上げられ、逆に、東ドイツでは敬遠されるという事態が起こった。また、東ドイツでは、ダントンを死に追いやるロベスピエールをピューリタン的な理想的な人物として、逆にダントンをブルジョア的な堕落した人物として解釈するという、試みも行われた。 1922年、ビューヒナーの業績を記念し、ヘッセン州政府によって、ゲオルク・ビューヒナー賞が設けられた。この賞は当初は、ヘッセンにゆかりのある新人芸術家を奨励するものであったが、ナチス政権の間の中断の後、ドイツ言語、文学アカデミーの主催するドイツ文学を対象とする賞に生まれ変わり、その後重要作家が次々と受賞していったことで、 ゲーテ賞に代わり、ドイツにおいて、最も権威のある、文学賞となった。その歴代の受賞記念公演は、受賞作家にとってのメルクマールであるだけでなく、それぞれの時代性を映し出した、優れた、ビューヒナー論となっている。この受賞公演の傾向を決定づけたのは、1956年、受賞者のカール・クローロと、その翌年に受賞したエーリッヒ・ケストナーである。 クローロは、戦争によって一種の白紙状態になったドイツにおいて、レオンスとレーナに、助成詩の可能性を見出すという講演を行い、ケストナーは、ビューヒナーをゲーテの隣に置き、ダントンの詩の歴史性や、ボイツェックの先見性を論じ、それぞれ本格的な文学論を展開した。1963年に受賞したエンゼンスベルガーは、ビューヒナーを引用しつつ、 分断状態にあるドイツの矛盾を語り、1965年受賞のギュンター・グラスは、そのエンセンス・ベルガーの立場を暗に批判しつつ、ドイツの政治的混乱を風刺的に語っている。1967年受賞のハインリヒベルは、ヘッセン旧止の文章が現代ドイツにおいて、なお有効であり得ることを示した。ビューヒナート自身の文学との関わりを示す講演も多い。 1960年受賞のパウル・ツェランの講演、死後戦は、ツェラン自身の指論として、重要なものとなっており、1972年受賞のエリアス・カネッティは代表作、めまいを執筆した後にビューヒナーの作品に出会い、大きな衝撃を受けたことを語っている。ボイチェックから、ドイツの現代劇が始まったと述べるファイナー・ミュラーは、1985年に受賞し、受賞講演として、 カフカから引用しつつ書かれた暗示にトむテクスト、傷口、ボイチェックを執筆。これは後に彼自身の作品集に収録されている。1995年には、ペーター・ハントケに次いで2番目の若さで、シジンドゥルス・グジュンバインが受賞し、受賞講演では、ビューヒナーの解剖学者としての経歴と、その文学性の関わりを論じた。 また2000年に受賞したフォルカー・ブラウンは1997年にビューヒナーの書簡をめぐるエッセイを書いており、2004年には別のボイチェックを主題とする2つの短編小説を発表している。生涯の不死は主にカーディショ防震者ゲオルク・ビューヒナー全集巻末の年譜をもとにし、他の文献から適宜補足するという形で執筆した。なお、同全集は、 2006年の新装版では、ハンスマイヤー、パウル・セランダ7人のビューヒナー少女小記念公演が割愛されているが、特に記していない限り以下の参照箇所に移動はない。ありがとうございます。